イッチプライム8月のラインナップを紹介する動画、そのままやないかーい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもすちめじきょうチャンネルご覧いただきありがとうございます。はい、ご無沙汰しております。プライムでゲーミング、7月のねラインナップじゃねえや、8月のラインナップが紹介されましたので、いつものように紹介していきたいと思います。はい、今回は、数こそそこまでじゃないんですけれども、なかなかいいゲームが入っているなと。で、最近はこのゲーム内コンテンツとゲームが一気にこうやって調べられるようになってるんで、まあ楽かなという感じします。まあでも逆に言えばそれだけねゲームの数が多いということにもなりますけれどもね。はい、早速いきましょう。まず、スタークラフトリマスタードが、無料ゲームとしてあります。これは Steam ではなくてバトル .net ですね。はい、時々、来ますけれども、バトル .net の無料会員に入っていただいて、登録すると、はい、アンロックされる、ものです。はい、そしてですね、ここから順番に、見ていきたいと思うんですけれども、このもう一つのこのファミリーミステリーズという、はい、ムンダイさんの、この、ポイントクリックアドベンチャーゲームですね。これに関しては、あ、そうか、あれですね、レガシーゲームスという、またこれも、違う、外部サイトのプラットフォームなんですけども、まあ、そこで、入手できるものです。これね、確かね、Steam ページあったような気がする。はい、どういうゲームかは、見れる感じはしますけれどもね。なかったかな。はい、あったはず。はい、このゲームですね。はい、1520円の探し物系アドベンチャーになっております。はい、そして、ここから4つはですね、実際 Steam にもあるもので、はい、プライムドゲーミングオリジナルのゲーム4つになってます。はい、早速見ていきたいと思います。はい、ザック、マクラーケン&ザ、アレン、マインドベンダーズっていうのかな、合ってるかな。ザック・マクラケンとエイリアン・マインドベンダーズですね。はい、これはですね、カルトクラシックアドベンチャーのタグが付けられています。はい、620円のゲームですけども、はい、奇抜なユーモア、80年代後半の美しいピクセルグラフィックはレトロゲーマーに最適です。挑戦的で心を揺さぶるミステリー、タイピング不要、ポイント&クリックでパズルを解いたり、ザックの世界に住むクレイジーなキャラクターと会話できる。ただね、日本語非対応なんですよね。なんで日本人もレビューがないですけれども、まあ非常に好評と。もうこれ1988年のゲームなんだすげえな。はい、こういうゲームも Steam にね、あるっていうことも驚きですし、それを今のこのご時世にプライムでゲーミングで無料で配るっていうのも驚きですよね。すごい、ルーカスフィルム、あ、ディズニーなんだ。あー、はい、ディズニーだからこそっていう感じかもしれません。はい、そして2つ目、ビースト・オブ、マラビラ・アイランド、マラビラ島の動物たちという、これはね、最近リリースされた2021年6月13日、非常に好評。このゲームを無料にしてくるかっていうぐらいクオリティの高い、まあ、1010円と、まあ、比較的安いゲームなんですけれども、はい、コロナでみんなが家にいる中、この魔法と大自然で満ち溢れたマラビラ島で動物を追いながら写真を撮るのは最高の現実逃避だとあります。まあ、探索収集ゲームですね。はい、写真を撮りながらこのマラビラ島を探索するみたいな。はい、初回クリアまで3時間弱、全実績解除まで4時間弱。ファイルサイズは 2.3 ギガ。はい。ってなってますね。祖父の残した日誌を手がかりに、魔法の生きる塔、マラビラ島を訪れた主人公、おじいちゃんの愛した島を歩き、不思議な動物たちを写真に収めよう。自然撮影を
テーマにしたアドベンチャーゲームになってます。はい、これなんかちょっと面白そうですよね。はい、そして、リコンパイル。リコンパイル。はい、独特な世界観を持つメトロバニア風ハッキングアドベンチャーになってますね。はい、これが2050円ということで、リリースされております。はい、これはですね、日本語非対応、クリアまでだいたい4時間、まあ5時間弱になってますね。はい、やっぱりこういうゲーム、なかなか日本人は集まりませんが、はい、メトロバニア、好きな方、ぜひやってみてください。そして最後、スカージブリンガー。はい、これは多分知ってる方、結構いるんではないでしょうか。はい、非常に好評。2020年10月21日と比較的最近リリースされたゲームですね。1730円のゲーム。まあ、これに関しては日本語対応してます。はい。76のメタクリティック、10時間ぐらいかかると。まあ、割と遊び応えのある 2D、アクションゲームになってますね。はい。今日、スピード感あふれるローグライト系アクションゲーム、スカージブリンガーを紹介するよってなんか、すごいコンテンツみたいになってるけど、ゆっくり超スピードで駆け回れ、斬撃を振り回せ、銃を使え、このゲームを変え、なかなか楽しいゲームってなってますね。はい、アクションゲームでローグライクのスタイルと本作の要素、剣で切る、ジャンプを駆使して空中攻撃、銃で狙い撃ちは今まで数多くのゲームで使われたもので、新しいものは何一つない。でもそのローグライク、切る、撃つ、飛ぶを、全部足して、そこに極端にスピーディーという要素を掛け合わせてうまく調理した。なかなかいいレビューだな。はい、そういうゲームですね。はい、ぜひ、スカージブリンガープレイしてみてくださいね。なかなか個性的な作品が今回ラインナップされたなっていう感じします。はい、すべてはね、このプライムデーゲーミング、 Amazon プライムに入って、Twitch と、このAmazon プライム、Amazon のアカウントを連携させると、ゲットできると。まあ、やり方とかはまた、いつものように、サイトにも、掲載していますので、ぜひご覧になってみてください。というわけで、プライムでゲーム8月のラインナップでした。ユロでした。バイバイ。